日本全国一宮、茨城、埼玉、群馬、栃木編。日本には8万社を超える神社があると言われています。中でもその国で最も高い格式を誇るのが一宮。今回は茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県の一宮7社を紹介します。日立の国一宮、鹿島神宮。茨城県鹿島市にある鹿島神宮。初代神武天皇元年の紀元前660年の創建と伝わる。鳥居と拝殿がとにかく近い。祭神の竹三日月の狼は、普通の氏の狼と共に出雲に天下り、大国主の命と交渉し国譲りを成就。最強の武神とされ、皇室や武将からも崇敬を集めた。地震を起こすナマズを抑えるという要石は大型で、香取神宮の凸型の要石と対をなす。みたらし池は神職や参拝者のみそぎの場。古来より神宮の名称が許されたのは、伊勢、香取と鹿島の三社のみ。武蔵の国一宮、氷川神社。埼玉県埼玉市にある氷川神社。一の鳥居から本殿まで、約2キロの参道が続く。創建は2000年以上前の第5代、弘昭天皇3年という。祭神は、須佐之男命、妃の稲田姫の命と、大名無知の命の御柱。いずれも出雲系の神である。当社の門前町として始まったのが、大宮の地名の由来。約280社ある氷川神社の総本社。氷川神社はほぼ旧武蔵の国にのみ分布する地域集中型の神社。武蔵の国一宮、氷川女体神社。埼玉県埼玉市にある氷川女体神社。第10代崇神天皇の代に、出雲大社を勧請したのが創始という。現在の社殿は1667年に徳川家綱の命で建立。神社の名の通り、主祭神は女神の櫛稲田姫の命。大名無知の命と御発姫の命を拝祀する。大宮氷川神社とは、祭神が少し異なるが、やはり出雲に、ゆかりの深い神ばかりである。参道を下ると、古代の祭祀跡が残る。秩父の国一宮、秩父神社。埼玉県秩父市にある、秩父神社。第10代崇神天皇の代の創始と伝わる。現在の社殿は1592年に徳川家康が寄進したもの。左、甚五郎作の子育ての虎など、多くの彫刻で飾られる。祭神は矢心思いかねの命。秩父彦の命。雨の皆か主の神。秩父の宮安人親王の世柱。秩父の宮安人親王は、昭和天皇の弟である。世柱ともに、他ではあまり見ない神である。神津家の国一宮、貫崎神社。群馬県富岡市にある貫崎神社。全国でも珍しい下り宮とされるが、大鳥居まで登って総門から下る。創建は
第27代安閑天皇元年の531年とされる。現在の華やかな本殿は、1635年に徳川家光の命で建造。祭神は富津主神と姫狼。富津主神は建国の祖神で、刀剣、武道の神。姫狼は、養蚕旗織の神。大鳥居や総門近辺にも、社殿を建てるスペースがあるが、なぜ北斜面に南向きに建てたのか謎である。下野の国一の宮。日光二荒山神社。栃木県日光市にある日光二荒山神社。神橋を渡り、東照宮、輪王寺、二荒山神社への表参道を登る。創建は8世紀とされ、男体山を御神体と仰ぐ神社。祭神は翁無知命尊、田子姫の命尊と、その子である、安治式高彦根の命尊の御柱。第二代将軍秀忠が1617年に東照宮を造営した際に、現在の社殿も建立された。日光山内の東照宮や大雄院には、国宝建造物も数多くあるが、二荒山神社の社殿が最も古い。下野の国一の宮、宇都宮二荒山神社。栃木県宇都宮市にある宇都宮二荒山神社。創建は第10代崇神天皇の代に遡るとされる。現在地には838年に移された。祭神の豊木入彦の命尊は第10代崇神天皇の第一皇子で、家の国を開拓した神。大物主の命尊と琴城主の命尊を同じ社殿で拝祀する。宇都宮はこの神社の門前町として発展した町。この一宮が宇都宮の地名の元となったとも言われる。ぜひご参拝ください。ご視聴ありがとうございました。